日本東京都板橋区東坂下東坂下は東京都板橋区の町名。現行行政地名は東坂下1丁目から2丁目。全域で住居表示が実施されている。郵便番号は174-0042。板橋区の北東部に位置する。北端で新河岸側に接する。南東から南であずさは西で坂下、北で新河岸側を隔てて船と。 東で北区浮間と隣接する。東辺で板橋区北区境を形成する。南側が一丁目、北側が二丁目である。西端に国道17号が通じ、江戸時代から明治時代にかけては、現在の坂下とともに清水坂から、戸田の渡しに至る街道筋の小集落が点在する地域であった。1923年の関東大震災後より、 科学、薬品系の工場が相次いで創設され、太平洋戦争中はほとんどが軍需工場となった。高度経済成長期以降は当地域から撤退する工場もあり、公共施設の他住宅地が増えている。荒川定地の奇跡層からなり、全域がほぼ平坦である。廃藩地検実施前は、武蔵国豊島郡蓮沼村。一帯は、 中仙道の清水坂から、戸田の渡しに至る街道筋に小集落が、点在していた他は、志村の原、下の原と呼ばれる足や茅野の生い茂る、低湿地の原野であった。志村の原は、蓮沼村と、根、ね、羽村の入会地であり、将軍のお高場とされた。1966年の住居表示実施までの地名変遷は、坂下を参照。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。長域に駅は存在しないが、以下の路線、駅が利用可能である。ありがとうございます。